第4回目、2月2日の放送です。毎週水曜日に投稿しています。スリーカードとは、小劇場。スリーカードとは、小劇場女優の幾瀬優里、神原明、佐世乃海の3人組がいろいろなことにチャレンジしていくユニットです。イエーイ。珍しい噛むなんて。そうね。まあね、お口が緩くて垂れかけちゃった。2月2日の放送か。にゃんにゃん。にゃんにゃんの日だね。そうだね。にゃんにゃんの日って何なんだろうね。猫の日。猫の日。22だから。22だから。んはどっから。にゃん。にゃん。にゃんと。わかんないけど。にゃんにゃん。にゃんにゃんの日って言わない。にゃんにゃんにゃんの日か。あれが。22。2月。22か。22じゃない。そうか。にゃんにゃんにゃんの日だ。にゃんにゃんの日だよ。にゃんにゃんにゃん。はい。はい。そんなにゃんにゃんの日ですね。イエイイエイ。うん。ラジオもね、何回かやって、だいぶ慣れてきましたね。ね、本当か？なんではないんじゃない？ちょっとね、間が空いたからね、この前がね。ね、スリーカードラジオではね、トークテーマガチャで引いたお題について話していきますよ。はーい。はい。今日のテーマは何でしょうかね。はい、じゃうぞ。何が出るかな、はい、何が出るかな。座右の銘は、ああ、セリフとかの引用でもありって書いてあるね。なるほどね、うん、ありますか。じゃあそういう幾瀬さんから。幾瀬さんは死ぬ気じゃなくて殺す気でやれっていうのが座右の銘ですね。ちょっと物騒なんだけど、でこれは死ぬ気でやってる人たちが、やっぱり私も死ぬ気でやるってやって、なんか潰れちゃった時期があったんですよ。うんうんうん、違うなと、死ぬ気でやったら死ぬわって思って、うん、これ殺す気でやらないかんと思って、うん、なんか殺意を持って何事物事に取り組むようにしたら、まあなんかね、絶対自分が死なないようにこう戦っていくものだから、とても良いなということで自分の座右の銘にしております。うんうんうん、ちょっとともしんな感じでね。強い。強いね。あ、そうね。いいね。いいね。育成さんっぽい。めちゃくちゃ育成さんっぽい。うんうんうん、ありがとう。うん、なん大丈夫、最初にこんな物騒で。いや、いいでしょ。でもなんか座右の銘って普段そんなさ、なんか一時期めっちゃ考えたけど、うん、考えない人は絶対考えないと思うんだ。うん、そうね、うん。あんま考えないよね、うん。なんか今年の目標とかはありそうだけどね。そうね。座右の銘っていうと、うん、なんかあった気がするのに思い出せないんだよね。書くじゃん、なんかそういうさ、あ、座右の銘とかね、何ですかみたいなとかさ、うんうん、あった気がするんだよ。何、アキラはある？私は倒れるときは前のめり。あ、かっこいい。なんかみんな結構攻撃性が高い。なんかね、有川博さんがね、好きな作家さんなんだけど、うん、その人がね、そういう自伝を出してて、なんかその言葉すごく素敵と思って、なんかただでは転ばねえっていう、うん、なんか転ぶ時もね、なるほどね、そうそう、何かしら得ましょうという気持ち。ヒップ前でもそんな歌詞あったよね。ああ、多分あると思う、うん、横浜のあるね。いや、全然思い出せないんだよな。私はでも、うん、セリフでもありって書いてあったから、うん、銀魂がすごい好きなので、はいはい、銀魂の銀さんの名台詞は全部好きだから、全部って言っちゃうとあれだけど、いや、なんか美しく最後を飾りつける暇があるなら最後まで美しく生きようじゃねえかってあるんですけど、かっこいいね、うん、なんかそういうのとかは確かにって思うし、なんかそういうのできてる気はする。ただのオタク発言ですが、そうですね、七転び八起きとか好きだけどね、うん、あとね、ね、これもアニメ関係ですけどね、なんかどちらにせよみんなただじゃ起きねえぞ。スリーカード強いな。強いね。そういう感じかな、うん、うん、なんか思い出せないけど、これってのがあった気がするけど思い出せません。はい。思い出したらじゃあちょっとなんかそのうち教えてもらいましょう。ツイッターにでも。わかりました。はい、はい、こんな感じですかね。うん、そうですね、うん、皆さんもなんか座右の銘があったらコメント欄にコメントしてもらえたら嬉しいです。はい、と
そうね、スリーカード推しの座右の目は何がいい？そういうのない？スリーカード推しの座右の目？スリーカードとしてスリーカードはこういう感じでいきますよみたいな。おー、天真爛漫じゃない？あー、うん、いいんじゃない？天真爛漫ちょっとずも推しんじゃない？うん、天真爛漫ちょっとずも推しん、うん、天真爛漫って言葉一回調べたことがあるんだけど、私すごい好きで、天真爛漫なんだっけな、うん、天真爛漫がすごい言葉好きだったから、うん、その自分の座右の銘にするのにもいいなって思ったんだけど、やっぱ純真そのもので思う通りに振る舞うこと、うん、じゃない？素直なんだよね、すごい、ちょっと天真爛漫って、うん、そうね、純真そのものでって書いてるからね、うん、まあ、ちょっと純真かどうかはまた置いとくけど、一、うん、人邪悪がいるから無邪気で明るい様、そうそう、無邪気で明るくて素直、うん、飾り気がなく心に思うままであること、うん、なんか飾りキャピキャピはして、いや、してるかな、してないと思うんだけど、うん、割と割と素のままでスリーカードやってる気がする、うん、まあね、だからそういう意味ではいいんじゃないかなと、うん、ではじゃあそんな感じでよろしいですか？ラジオで取り上げてほしいお便りなど質問など募集しておりますので、お気軽にコメント書いてもらえたら嬉しいです。です。あとツイッターの方でもね、お便りボックスじゃなくて、なんだっけあれ、質問箱もご用意しておりますので、そちらにね書いていただいても、こちらで発表させていただくことがあるかもしれませんので、よかったらよろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じでよろしいでしょうかね。はい、よいです。はい、ではまた次回もスリーカードラジオお楽しみください。はい、ではでは、バイバーイ。バイバーイ。